か言ったら、お父さん変になって。強いんですかね、今日の相手。今日得意なのか分かんない。あれ、千代の倉勝ったんだっけ。うん、勝った。じゃあもう2人勝ったんだから連敗止めないと。兄としての、兄弟子としての連続が保たれない。まあ、千代の方がいい。あと4番勝たないといけない。よしてやばい。厳しい。落ちたらやめるとかってこの間言ったらしいですね、前で。熊本県、落ちたらやめる。天草出身、尾上部屋。石方、辻幸さん。幕下が喜ぶじゃん。相模原市、中央出身、大竹部屋。もう戻ってこれない、あの腰痛いから。授業休んで大きなあのファンががっかりするっていうパターンがあって、去年もそうですもんだって。え、千代の王、うん、あ、そう。大きな授業したら千代の王の上りしかないんですよ、だって。あ、関取だか。あの他の関取のはなくて千代の王だけ。まあ、チュラの実も落ちちゃったらね、うん。これは何なんだろう、外掛けになるの。切り返しか、切り返しか、ちょん掛けでもないし。ここで勝負審判の交代であります。